この30分間で。あれ本当に今日バレンタインじゃない？まだ。なんか背景がさ、もう今日、昨日当日バレンタインだったから昨日までだねみたいな感じじゃなかったっけ？あれ？え？背景？え？私の？え？どういうこと？私の画面だけまだバレンタインなんだけど。え？みんなの画面はもう通常の背景になっとるん？あ、まだセーフなんだ。そうなんだ。あ、そうなんだ。よかったよかった。じゃあもう実質バレンタインじゃん、今日。今日バレンタインじゃん。へえ。セーフセーフ。あ、よかった。なんか、あれかと思った。私の iPad だけ。なんか更新してないとかでバレンタイン仕様になっとるんかと思ったけど、じゃあ今日もバレンタインだね。ちょっとテロップで何にしようかな。今日こそエプロンつけてない。今日つけとこうかな。いるかな。今日こそきっと仕上がるはずだよ。こんばんは、こんばんは。ね、ごめんね。なんか20時からぐらいかなとか言ってたのに、結局今日もう23時30分大丈夫？まだみんな眠くない？ヤマイさん、猫ありがとう。エプロン取ってこよう。エプロン。こんなさ、3日連続でさ、え3日連続でエプロンをつけることになるとは私思ってなかったよ。びっくりだよ。よし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 。びっくりです。私はエプロンを装着しまして、初めてじゃない？まさかキッチンから配信を3日間連続ですることになるとは私は思っておりませんでした。まあ、ちょっと事の流れを説明しますと、料理できそう？主婦？そう、事の流れを説明しますと、昨日本当はバレンタイン当日に完成してるはずだったんですけど、その冷蔵と冷凍を間違えて、冷凍庫に入れてないといけないものを私は冷蔵庫にずっと入れちゃってて、なかなか固まっておらず、昨日はバレンタイン当日はね、ちょっと緑豊かな、自然豊かな果物とココアパウダーのみになってしまったんですけど、今日はちゃんと冷凍してたから。え、でも一回も見てない。
ずっともう冷凍庫に入れたまんまだからもう24時間以上ずっと冷凍庫にいる。昨日の人たちは行ってこよう。こうやって事前にね確認しないから多分あれなのかもしれないけど、取ってきます。ちょっと祈ってて。もうあれだったじゃん、原型をとどめてないというかムースだったけど、もう今回はさ固っ。これ生チョコってこんな感じだっけ。ちょっとあれ、そっか、ちょっとねあれだよ、常温で置きましょう。これあれ昨日さ切ったやつ。待って、これはさ、この服あれかも、料理を食べ物を扱うにあたって適してない。すごくつきそう、袖が。あ、え、いいんじゃない。え、めっちゃいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、よかった、一安心、一安心。ちょっと待って、ギフトを私は読めていなかった。なん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 、ドドドドドド。翔一さん大好き、ありがとう。ようちゃんさん、チョコレートありがとうございます。ヤマイさん猫、ヒューガヒャンさん大好き、花火師さん星10個ありがとう。え、待って、明日になりそうとか言わんで、ちょっともうそれはそれはちょっと。よし、あと20分あるからいけるよ。よいしょ、お皿ちょっと昨日のより大きいお皿に、まずはこのねカットしている方の生チョコを、ちょっと待って、どういう感じで並べてたっけな、なんかいい感じに並べていきます。3個置いて1個上に置いとる。よいしょ、よし、よし。なんかお箸でさやりたいな、粉が落ちちゃう。昨日とはまるで違う。昨日とはもう硬さが全然違う。ちょっとココアパウダーがを取りたい。いや、変なことになっちゃった、助けて、助け、あ、まあまあまあ、大きすぎたかな、切り方。ちょっとね、白のホワイトチョコの方は今から切らんといけん。
茶色のチョコたちはもう冷凍庫に一旦戻っていただきまして、私は今からホワイトチョコを切る。ちょっと待って、キッチンに置き場がない。よいしょ、まな板をセットしまして。そう、タイムリミットが今日中だから。よいしょ、今から切ります。めっちゃカチコチだけど、あ、でも全然さっきに比べたら、食感がね、切った時の聞こえてきた、私今聞こえた音がシャリだった。シャリなんだけど、え、生チョコってこんな感じだっけ。しゅ、生チョコってシャリシャリしてたっけ。まあいいや、しゅ、思ったより力のいる作業ですこと。よいしょ、きれいに切りたいよね。よいしょ、ふう、気をつけます、ありがとう。え、待って、なんか汚い。よいしょ、え、この切る音聞こえてる？どうだろう、めっちゃシャリシャリいってるんだけど。え、なんかちょっと綺麗に切れないかもしれん。どうして、4個綺麗なのが欲しいんです私は。ね、シャリってるでしょ。ええんじゃないかい。チョコレートを切る音ではちょっとないんですけど。よいしょ、よいしょ、よいしょ、盛り付けていく。あ、ちょっとココアをちょっと向こうに。いやー、私さ、料理の盛り付けがね、すごいすごい苦手なんですよね。気づきの方もいるかもしれないんですけど、え、どうしよう、ちょっと助けてほしい。汚い、すごいココアパウダーが散らばって汚くなってる。助けて。ちょっとあと15分。いや大丈夫、もう変なところはには果物を乗せてごまかそう。よし。めちゃめちゃ大型がもう出ているかもしれない。え、待って、なんか思ってたのとちょっと違う。あ、でもなんかほら、もう遠目に見てほしい。遠目に見たらさ、いいんじゃない。うん、いいんじゃない。よいしょ、ちょっと一旦こちらを。
よしよしよ。ねん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 。え？いいねって。え、本当に思ってる？すごい。めんどくさい彼女みたいな。え、本当に思ってる？え、本当に？本当に？あの、気を使ってるとかじゃなくて本当に思ってる？え？じゃあちょっとイチゴがねあるのでね、イチゴがあるのでこの人たちを、ちょっと待って、一旦このホワイトチョコも冷凍庫に直す。え、なんかさこの曲あれだ、猫ミームの曲じゃない？すごい無意識で今歌ってた。いちごいちごを切ります。飾り付けまでがね料理なのでね。誰が言ってるんって感じのこと言っちゃった。よし、そしてどうしよう、わからん、盛り付けが私本当にわからんだよね。もうなんとなくね。え、全然わからん、どうしよう。と、え、センス皆無かもしれん。あ、まあ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 。え、ふーむ、わからないよ、わからないよ。わからないよ。みーみー。なんか違う、なんかちえ合ってるこれ。これ合ってる、これ正解なん、ど、ん、ん、大丈夫ですか？大丈夫ですか？え、待って待って、いいじゃんって、完璧完成って、本当に思ってる、本当に本当に思ってるの？ね、ねえ、あれじゃない、ちょっともう さっさと終わらせるためにみんなちょっともう どっちでもどうでもいいって思ってるんじゃない？メンヘラ彼女。こっちとこっちどっちがいいって聞いて、どっちもいいよって言ったら、早く終わらせようとしてるんでしょって、真剣に考えてるって言って、しゃしゃしゃ、待って待って、私は K さん星10個ありがとうございます。もう地球さん猫猫カズサさん大好き大好き、チチさん大好き、おやすしカツさん大好き大好き、
キータさん大好き、ありがとうございます。シンタンタンさん大好き。え、どういう大好き。ごめん、私が怒ったからってこと待って、そうだ、昨日、あ、ごめん、怒ってないよ、嘘だよごめん、嘘だよ昨日学んだはずだった。カムカムさんも大好き大好き、エビちゃん大好き大好き。ごめん、怒ってない、怒ってないから、嘘だからご機嫌取りしないで分かんないな。うん、あれをしたかったんだった。ココアかけて、ココアに私がラブって書くやつ。ちょっと待って、いける？あと8分7分あるから余裕。いや、やばいかも。ちょっと、あ、え、事故、え、待って、チョコレートがなんかもう溶け始めてさ、え、動かないんだけど。まあいいや、もう、もうちょっとココアパウダーをかけていく。わまあね、まあまあ、まあさ、今日はどんな一日でしたか？今日広島雨降ってたんですけど、皆さんのとこはねどうでした？明日はどうなんですかね、晴れるんですかね。晴れてほしいな。晴れてほしいよね。もうじゃあそろそろ、え、でもちょっと待って、なんかさ、なんだかんだちょっと修復できそうな兆しが、修復できそうな兆しかもしれん。ちょっとちょっと多すぎるよ、多すぎるよ、埋もれないね、埋もれないで、頑張って待って、ちゃんと文字を吹き出してねちょっと、え、なんかもう、
まあね、そんな感じで楽しいバレンタインでしたね。まあ、ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。うん、本命です、受け取ってください。ちょっともうちょっと雰囲気でごまかそう。雰囲気でごまかそう。心を込めて、心を込めて作りました。ちょっと美味しいかわからないんですけど、私の気持ちを受け取ってくれたら嬉しいな。どうですか、押し切れた。押し切れた。いっこさんチョコありがとう。ヤンカーさん大好き大好き、ありがとう。もう分からん、ちょっと難しいな、難しいね。ちょっと壇上読みますね。壇上読もう。ありがとう、3日間ちょっとちょっとこれが最終終着点、3日間長々やってきてこれでいいのか、ちょっとちょっと心残りはあるんですけど、とりあえず壇上読ませていただきますね。壇上読みます。13位エビちゃん、12位シンタンタンさん、11位ツナさん、10位イギータさん、9位ヒューガヒャンさん、8位ケンちゃん、7位ケイさん、6位ヨウちゃんさん、5位カズサさん、4位イッコーさん、3位ヤンカーさん、2位花火師さん、そして1位翔一さんです。ありがとうございました。パチ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 。じゃあチョコはちょっと明日の朝にでも食べようかな。また感想感想報告しますね。30分ギリギリやったな。そして明日大吉の方は青色大好きさんです。おめでとうございます。じゃあちょっと今日のスクショタイムは、はい、使いどころのなかった、使いどころのなかったキウイ。絶対違う。絶対これじゃない。いちご、もういちごでいいや。チョコはちょっと